大賞を差し上げたいと思います。今回の議運は2017年年間反省大賞に輝いた黒木アナの味噌煮ロケ。なんか臭い。受賞理由はズバリお弁当がなんか臭い。というわけで今回は黒木千晶の臭いお弁当改善プロジェクト。素晴らしいゲストにお越しいただきました、はい、田中智則さんでございます。よろしくお願いします。料理研究家の田中智則です。よろしくお願いします、はい、今回指導してくれるのは1月24日深夜放送、料理男子が互いの腕を競い合う番組、戦う料理男子クックボスに解説として出演する田中智則さん。アボカド料理はなぜ臭かったのか、その謎を丸裸にします。はい、こちら黒木さんが今から料理をするキッチンなのですが、こちらアボカドとエリンギが並んでいるということで今から料理が始まります。まずはエリンギからね、ちょっと何でしょう。エリンギ洗うんだ。ね、エリンギって洗っちゃいけないのかな。そうですか。まあ、基本的にキノコ類はあまり香りが落ちてしまうので、はいはい、中に水が吸い込まれることによって味がまた薄くなってしまうんで、なるべくキッチンペーパーか何かで。ちぎれた。中谷さん、今エリンギを拭いてるところなんですけれども。エリンギがちぎれました。完全に水にかじられた後ですよね。まずちょっと見た目から残念な感じですね。そんなことは気にせずにエリンギを一口大にカット。同様にアボカドも切っていきます。そうですね、ここで出ました。オリーブオイルだと思います。まあ、ここはね、はい、やっぱり打点高めで。え、おお。完全に落としそうですよ ね、 そうですよね。まずはエリンギから炒めていきます。本当にしっかり温まってんのかな。なんかすごい弱火の音がしてますね。次にアボカドを投入。バター、醤油で味付けをするようです。ただ心配なのはバターって150度超えると焦げてくる。そうなんです、ね、そうなんですか、はい、ちょっと火の上げすぎには注意していただきたいですね。完成ですか。はい、これで完成。もう黒木千晶オリジナルアボカドとエリンギのバター醤油炒めの完成。果たしてお味は。さあ、タカさん、ちょっともう味しましょう。いやもう、そんなでっかいの入れないで、もう十分十分。ありがとうございます。いいって、ほら。いっぱいほら。結構な量入れましたね。うん。あ、アボカド自体は、はい、バター風味と、うん、お醤油の風味が遠くの方に乗っかってるかな。やっぱ一緒に食べた方がいいですね。そうですね。お願いします。いただきます。私みたいにね、逃げちゃいけないですね、やっぱね、正面から、うん、どうでしょうか。臭いですね。やっぱちょっと なんですか。それぞれ食べると多分美味しいはずなんですけど。そうなんですよ。バターと醤油の相性もいいし、なんか部分的に火が通っていて、切るときにバラバラのサイズになってたのが原因かもしれないですね。なるほど。ちょっと生っぽい人のエリンギの香り、生臭さが、はい、そっか、すごい気になりますね。臭さの元凶は水洗いによって香りが飛んでしまい、バラバラの大きさに切ったために生焼けになっていたからだったんです。そして次回、黒木が絶品アボカド料理に挑戦。もう最後だんだん